フィラッハはオーストリアの都市、ケルンテン州に属し、州都のクラーゲンフルトに次ぐ第2の都市である。軍に属さない検証都市であるが、フィラッハ軍の軍長が置かれている。人口は約5万9千人ドナウ川の支流であるドラウ川の谷に位置している。イタリアやスロベニアの国境に近く、南欧との物流拠点としての役割を果たす。町の南には、 温泉が湧き出しており、当時客も訪れる。近隣の都市としては、約35キロ東に、州都のクラーゲンフルト、80キロ南東に、スロベニアのリブラナ、75キロ南西に、イタリアのウディネが一致している。かつては、スキージャンプワールドカップの開催地であったが、ラージヒルと呼ばれる大型のジャンプ台がないため、開催されなくなった。古代ローマ帝国の時代より、 交通の用地であった。1060年に市場特権、1240年に都市特権を認められた。1348年1月25日にはオーストリアの歴史上最大といわれる地震が起き、大きな被害を受けた。16世紀、宗教改革において一時プロテスタントの画像となったが、対抗宗教改革の流れの中で最下取り区化した。 19世紀後半、鉄道網の整備が進む中で、フィラッハは諸外国へと鉄道で移動する際の拠点駅となり、街の発展が進んだ。フィラッハには多くの国際列車が停車する。イタリアのローマからの列車がボローニャ、ベネツィアなどを経て、フィラッハに到着する。クロアチアのザグレブ発の列車も、スロベニアのリブリアナを経由して、フィラッハへと至る。 ドイツのミュンヘン、ケルンへ向かう列車も発車している。北上すれば、ポーランドのワルシャーにまで行くことが可能。ありがとうございます。